どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はですね、近代文学紹介シリーズでございますけれども、ちょっと今日は試しで、こういう形式でやってみたいと思います。これが続くかどうかわからないんですけれどもね。はい、今日ご紹介するのはこちらでございます。はい、芥川龍之介の夢でございます。はい、これね、まあ、短いお話なんですけど、読みたかった理由、これはですね、芥川が亡くなる本当にちょっと前に、ドッペルゲンガーというね、知ってますか皆さん、ドッペルゲンガー現象というね、自分とよく似た人、自分とうり二つの人を見る、見ると死期が近いんではないかなというような、お話でございますけれども、その現象にあったとされる芥川がそのことについて書いたとされる小説のね、原稿が見つかった。そのタイトルがもともとはですね、人を殺したかしらというタイトルだったと。僕は気になってたんですよ。こう、人を殺したかしらを読んでみたいと。ね、で、読んだところ、探したところですね、今ないと、そのタイトルでは。そのタイトルではないんだけども、タイトルを変えて、全集の方にありますというふうに言われたんですね。で、じゃあ全集見てみようというふうに思ったんですけれども、その全集をね、見つけることができなかった。ショック。タイトルは夢というタイトルだというふうにね、聞いてたんです。そして先日話した通りで、私ですね、iPad を買いましてですね、でその中で iBooks の方でですね、見ました、ね、探してみました。あったんですね。ありました。はい、はい、こちらのね、夢という作品でございますけれども、があったので読ませていただきました。早速、でその内容をね、ちょっと紹介したいなというふうに思います。私はすっかり疲れていた。肩や首の凝るのはもちろん、不眠症もかなり甚だしかったという一文から始まります。まあ主人公はですね、ちょっとこうなかなかね、寝れない日が続いていたと。だけども非常に夢をよく見るというんですね。この主人公は画家です。はい、で、ある人からですね、色彩のある夢を見るのは不健全な証拠だというふうに言われたりするんですけれども、画家という職業柄ですね、色彩のある夢を見ていたんですね。はい、で、ある時 M という家に来まして、モデルを一人頼むよというふうに言うんですね。するとある女性が来ます。はい、この女性がですね、顔は綺麗ではないんですけれども、体がとても立派だというんですね。その描写ももうね、やはり芥川ですから、素晴らしい描写でね、乳房がこうであるとかいうふうな、表現もされておりますけれども、ただですね、体は立派、顔はそうでもないとか言ってますけれども、そんなことよりもですね、モデルのその女性というのは非常に無表情、眉一つ動かさなかったりする、人間味がないというかですね、人間というよりちょっと動物的なものを感じるなと思ってるんですね。で、モデルですか、ヌードモデルですから、ヌードデッサンをしてるんですけれども、その時に人間味を感じない、動物的な人だな、なんだったら動物からするような周期も感じると。まあ、人間だけれどもちょっとね、この動物っぽいなというような風に、何か異様なものをそのモデルに感じるんですね。で、ある日私はですね、夢の中でそのモデルの女性を殺します。私は彼女を絞め殺すことに何のこだわりも感じなかった。いや、むしろ当然のことをし遂げる心よさに近いものを感じていた。彼女はとうとう目をつぶったまま、いかにも静かに死んだらしかったというね、夢を見ます。はい、ところがです、この色彩豊かなですね、もう現実と見まごうばかりの夢を見た、画家、次の日も、そしてその次の日もですね、モデルは家にやってこないんですね。これもちろん殺したのは夢の中なんです、ですけれども、モデルは現実にやってこないんです。その夢を見てからというもの、おかしいなと。ひょっとして人を殺したかしらということですよね。で、M の家に行きます。はい、で、そのモデル、ね、何々さんは、これなぜかずっと名前は伏せてるんですけど、〇〇さんはと聞くと、いやー、帰ってないんですよ。一昨日から帰ってないんですよ。っていうふうに言われるんですね。で、あ、そうですかというふうに、分かりました。まあまあ、でも1週間ぐらいね、姿をくらますことよくあるから、そうなんですね。じゃあすいません、失礼しましたって帰るんですけども、その西洋洗濯屋ね、まあ言ってしまえばクリーニング屋さんですよね、
からファーッと変えるんですけれども、その後にそのね洗濯屋さんを後にしながら主人公はこう思うんですよ。ああ数ヶ月前に見た夢と同じ景色だなって思うんですね。つまり今現実で行われていることが何ヶ月か前に見た夢じゃないかっていうふうに思うんです。そしてその夢の先は覚えていないなと思いながら最後の一文になります。けれども今何か起こればそれもたちまちその夢の中の出来事になりかねない心持ちもした。どうですかこれ、ゾクッとしません？なんかね、夢と言いつつも現実なのかわからない、そしてドッペルゲンガーに苦しめられたという芥川のちょっと苦悩というかね、苦しさというのも垣間見れるような、短いんですけれども非常に秀逸な作品だなというふうに、思いました。はい、皆さんもね今日一日、過ごしたと思いますけども、果たしてそれは本当に過ごした一日なのか夢の中の一日なのかちゃんと分かってますか？はい、というわけで今日ご紹介したのはですね、芥川龍之介の夢でございました。どうもありがとうございました。